在宅歯科カレッジ98回目。薬を院内処方でした際にお薬手帳への記載の方法についてです。歯科訪問診療を行っていると投薬することありますよね。処方箋を出されるより院内処方をされることがまだ多いというふうに私は認識をしております。そして投薬をする前なんですが、必ずお薬手帳を確認してください。お薬手帳がない場合は現状飲まれている薬が全てわかるものを確認してください。どうしてもわからない場合はかかりつけの医師、それ以外かかっている病院に全て連絡、できれば薬剤師さんがわかるんだったら薬剤師さんに連絡した方が一番早くわかるかなと思います。そして今歯科医師側が処方しようとしている薬の効果がダブっている薬がないのかを確認してください。当院処方する場合は投薬する前に必ず薬剤師さんに電話にて確認してからお薬を処方しています。そして処方する前にそもそも本人が一人で薬を飲める状態なのかも確認をしています。当院の場合は院内処方です。お薬手帳に書かれているものはシールタイプで印字されているものが多いですが、院内処方のため手書きでお薬手帳に記載をしております。その場合は医院の名前、投薬日、投薬した薬の名前、1日何回飲むのか、食後なのか食前なのか、医院の電話番号などを最低限記載します。お薬を処方したらケアマネー、キーパーソン、関係医療機関に投薬したことを伝えてください。基本的に毎回歯科の方で投薬するということは考えにくいので、投薬するということ自体がイレギュラーな対応だと思います。例えば痛みが強いとか腫れているとか抜歯の処置をしたとかなどですよね。その場合の診療内容および投薬内容については各所に別途早期に伝えるようにしてください。当院の場合だと、まあ休みを挟んでいなければ翌日までには連絡を伝えるようにしています。参考にしてみてください。在宅歯科カレッジでは毎週日曜日に動画の配信を行っております。もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいねお願いいたします。